King of Sports, New Japan Pro Wrestling. Hi, everybody. Welcome once again. Alex Kozlov, Kevin Kelly. We'll be here calling all the action. So winners last week, Kenta versus David Finlay. They will meet now here tonight in the finals. You've been on the Kenta bandwagon since the start. Alex Kozlov, are you ready to jump off? Kevin, the stakes are high. The pressure is on. Can David Finlay actually put away a legend? It's his moment to show to everybody. Boy, I love how fired up you are getting. This is going to be a tremendous match. And one in which, of course, not only will you be the trophy holder of the first ever New Japan USA tournament, but you also get a future shot at the IWGP US Heavyweight Championship. All that and more with tag team action. A familiar man will be competing here in the broadcast. Oh, yeah. Have you heard of this guy, my old partner, Rocky Romero? Forever? Forever. I remember him. That's the guy. Oh, it'll be great to see Rocky back once again. Danny Limelight on opposite sides of the ring. There's a story brewing there. We'll have all that and more. Let's get the action underway. オープニングマッチ15分一本勝負を行います。 NJPW ストロングニュージャパンカップ2020 in the USA エピソード3の時間がやってまいりました。今週もご案内は私清野茂樹、そして解説には棚橋博選手、柴田和頼選手をお迎えしてお送りしてまいります。お二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよ今週はニュージャパンカップ2020 in the USA 優勝が決まりますが、その前にタッグマッチをご覧いただきましょう。ここはもうリラックスムードでお送りしたいと思います。はい、70kg ディアン・カイル・コックス、さあ、TKC LA 道場でおなじみのザ・ DKC。 DKC 来ましたね。はい、DKC はちょっともう獲得に動き出そうと。そうですか。はい、ちょっと会社とも話をして、彼をちょっと LA 道場入れようっていう話を進めています。ちょっとタイミングですね。自分がアメリカ行くタイミングと。なるほど。はい、柴さんのお眼鏡にかなったようです。さあ、そして今回また初参戦の選手がこの後登場となります。新日本プロレス、この LA 道場の試合では重要な役割を果たしますロッキー・ロメロ、今日はそのパートナーに抜擢されましたエイドリアン・クエストという選手です。この選手です。エイドリアンですか。はい、あ、彼はいいですよ。あのどういった点がいいですか。彼がエレドジャー、スタートした時にからずっとリング作ったりもしてて、練習もしてたんですよ。これすごくいいですよ。なんとダウンジャケットを着て登場です。あれがもうあの試合用のガウンなんですかね。赤コーナー173cm、 なんかキャップをかぶってチーム感ありますね。そうですね。エイドリアン・クエスト、ロゴは統一はされてませんが、同じキャップをかぶって、黒いキャップをかぶって登場です。はい、これあれですね、ロッキーとエイドリアンのコンビってことになりますね。本当だ。気づいちゃった。狙ってたのか。ロッキーとエイドリアンだ、これ奇跡のタッグじゃないですか。いや、ということはチームワーク抜群ですよね。ロッキーのなんか後輩みたいな感じなんですよ、エイドリアンは。あ、うん、じゃあロッキーありきでエイドリアンなんですかね。ロッキー、うん、それはコーナーでロッキーがタッチ求めるときにエイドリアンって言いたいから。感動の場面が。俺ね、何回もね、この2人一緒にいるとき見てるけど、それ全く気づかない。さすが敬眼ですよ、キワナ。ありがとうございます。さすがです、本当に。エイドリアン本当いいですよ。これ急にタッグチーム感増しちゃうじゃないですか。確かに女房役と言いたくなりますよね。本当ですね。さあ、まずはロッキー・ロメロ登場です。
もうすっかりおなじみです。まあ田内さん、本当にあのロッキーロメロがいることによって、はい、あの何をやるか何ができるかっていうので結構見てる側もね、一つあの、ね、物差しになりますよね。そうですね、リトマス試験紙的なね、どういう選手なんだろう、はい、赤なのか青なのかっていうね、もしくは反応が出ないのかっていう、はい、うん、さあまずはリストロックに取りますロッキーロメロです。こちらダニー・ライムライト。ライムライトは前回もねコリジョンの時にね、はい、元海兵隊ですよね、うん、海兵隊マーシャルアーツ、あの去年の9月には LA 道場のトライアウトを参加したそうです。らしいですよね。柴さんはあんまりピンときてないという。多分あいつだなって多分じゃないですか。足をすくいます、まあ、言ってみれば こいつはあのコリジョン感ありますね。コリジョン感ね、確かにザ・コリジョンです、はい、こういう人大歓迎です。まあ継続してこうやって参戦してるっていうのが、うん、いや変われてるってことですよね。まあ一定の評価あるってことですね。いやライムライトとクリアウォーターなんかこう飲料水っぽいんですよね。あこの組み合わせちょっと面白いですよ、うん、エイドリアンとそして DKC、 エイドリアンと DKC、 DKC 先ほどね柴さんが DKC ちょっと獲得に動いてるって話をね、はい、されてましたけどね、やっぱりいいですかハートが。いいですね、うんうん、ポテンシャルもあるし、うん、バネもあるし、やっぱハートでやっぱり見てるんで、うん、やっぱどれだけやる気があるかっていうのはね、はい、練習とかで伝わりますもんね、はい、まあ、とにかくあの試合においては気持ちを一番評価すると前回柴さんがおっしゃってました。 そこが やっぱ第一じゃないですか、うん、そこが第一にないとダメですし、はい、すごくいいレスリングしますよ、ね、お二人。さあバックの取り合いです。エイドリアンも小気味いいですね。 いいんですよ、ね、さあ腕を取ってきます DKC です。巻いてった、おー、うん、バックをキープ DKC、 ヘイトリアはあのルチャっぽい動きもするんで、おー、まあ、プロフィールでは2009年にデビューしているということですヘイトリアン。若いですよ彼、確か22歳ですね。22歳ということはもう10代の時から試合やってるって、すごい若い時からやってるって言ってました。もう子供の頃からっていう。さあアームフィップです、うん、足を取ってローブに飛んでいく DKC の跳躍力、ヘッドしたトイップ、そしてエプロンサイドからスワンダイブできたアームホイップ、切り込み式で飛んできましたボディアタックです。かなり柴さんあの立体的な動き使いますね、はい、エイドリアンは。いいですね、エイドリアン。これがルチャっぽいところですか。ですね、だから試合、彼の試合も何回か見たことあるんですけど、はい、あの向こうのインディーの試合、あいつらが出た時に、はい、同時の選手が出た時に、まあなんかすごい思った以上に飛んだり、うん、うわードロップキック。あとあれですね、クラークとかと一緒の最初のキャンプにも来てたんで、うん、よく一緒にスパーリングというか試合形式で やらせてました。そうですか、まあ、すでにキャリアはありますけども LA 道場で何か掴みたいという思いできっとキャンプに参加してるんでしょうか、はいはい、エイドリアン今はちょっとあのロープワークに関しては少しドタバタしてたので、うん、その辺ちょっとねあの磨いてほしいなと思いますね、うん、さあ打撃戦になってきました。あローキック、柴さんこのキックどうですか。どうかな、苦笑いです。いや悪くはないと思うんですけど、もうちょいなんか一発バーンって切ればいいのになって俺は思っちゃうっていう、うん、無駄に蹴りすぎても。あ出た DKC からさっきの蹴りこっちの一発の方が重く見えますからね俺は。なるほど、フィストドロップがフィストチョップなんですよ。フィストチョップ、うん、面白いわ。
DKC の C はチョップの C かもしれません。ああ DKC、DK チョップ、はい、今 DK チョップでいいじゃないですかこれネーミングしちゃいましょう。この前 DKC って言いながらドロップキックしました。じゃあキック、あ、キックは K だな。まあドロップキックの略して DK かもしれませんね。おお、ドロップキック、ドロップキックチョップ、はい、グーチョキパーみたいなもんですか。ああグーチョキパーなんだ。さあラミスティカのような動きを見せました。ルチャっぽいね。あ、そしてマヒマヒ、ラマヒストラル急に決まる可能性あるんで見逃した方がいいです。そうですね、うん、カウントが入ります。早い展開、コーナーからロッキーも声をかけます。いいですねエドリアン、うん、表情も豊かなんで、ね、表情もいいですね、はい、ね、なんかこう無性に応援したくなる選手ですね、さあロッキーが声をかけます。ロッキーがエドリアンを応援してますよ。はい、逆のパターンですね。逆ですね。コリジョンか、はい、このライムライトのアンダーが黒でね、うん、はみ出てるのもちょっとあのコリジョンかって、コリジョンかハッシュタグ今微妙に動いてますよ。さあタイムラインが動き始めました。ロープに飛ばしていきます。ヒーロメロがいつもの動きです。いやロッキーもこう無観客を感じさせない選手の一人ですね、これね。一回かカメラのね、あとカメラ拾ってないよ、拾ってないよね。まあそんなのお構いなしでいきます。ロッキーロメロ、ロッキーのフォーエバー攻撃。いやロッキーはやっぱこう体中からエネルギーが溢れてますね。はい、そしてライムライトを捉えます。あ、スライスロッキー狙いです。スライスロッキーなんですか。インテリらしいですね。あ、本当だ、スライス、はい、あ、そうか、必殺技に自分の名前を入れるパターンですね。はい、ライムライト飛び乗ってきた、読んでいるロッキー、はあ、ハッパーカー、日本語も混ぜてきます。おお、膝を使いましたライムライト、ダブルノックダウン。ライムライトも顎のあたりを抑えてます。そしてこちらはエイドリアン、エイドリアン回復してますね、はい、先に DKC、ロッキーにエルボー。 DKC 今っぽい動きもあればこういう打撃一つが、うん、あのね、しっかり重たいっていうのはやっぱ柴田さんの評価するところなんじゃないですかね。なるほど、気合が入ってますね。うわ、体全体で打ってきます。ランニングチョップですか。あ、これは新しいですね。新しいですね、はい、DK チョップですね。 DK チョップが出ました。そしてライムライトのキック。 DKC はあの体格的には恵まれてないですけど、その体を全部使いますね。さあ抑え込みます。カウントはエイドリアン間に合った。あのなんだっけ、ライムライトなんかやってました、はい、今そうですね、カメラ見映ってない、エイドリアンもね、エイドリアンを止めとけばいいのに。あ、そしてあネックブリーカーを見せましたエイドリアン。場外に追いかけるか、あ、ケブラーダ狙いでしょうか。トップロープ、おお、トルニージョを見せた。うわ、難易度高いです ね、 すごいですね。綺麗に着地しましたね。これも柴さん、ルチャのトルニージョですか ね、 ですね。ルチャリブルの動きを見せます。そしてリング上は DKC とロッキーロメロ。技行くときに DKC って言うんですね。さあ声を出します。スライスロッキー、リング上はロッキーが抑えた片エビ固め、カート3つ。DKC の気合がいいですね。
江島さんいかがでしょうか、今日の DKC は。いいですよ、気合が入って、まあ、エヌリオもやっぱ動きいいですよね、うん、これなんか体型は体格は小さいサイズですけどすごい動ける選手が、はい、この辺結構ゴロゴロいるんで、うん、LA 道場で取るってなるとその体格がっていうのは結構引っかかっちゃうところなんですよ、はい、だけど、まあ、DKC はちょっと、まあ、ちゃんと獲得しようかなとは思ってます、うん、はい、辛口の柴さんから評価する本当です、ね、コメントが来ました。あんまり辛口出ないですねこれ。辛口影を潜めてますか。いやいろいろあるんですけどね、あのライブライトの靴のアディダスは黒く塗った方がいいんじゃないかとかいろいろありますけどね。分かった、こうだんだん出てくる選手が精査されていって辛口する必要がなくなってきたっていうのがあるよね。そういうことですかね。ライブライトはこうレギュラー参戦してもらわないと困りますもんね。じゃあ次の試合ご覧いただきましょう。第2試合タッグマッチ15分一本勝負を行います。NJPW ストロング、今日はニュージャパンカップの優勝が決まりますが、その前にもう1試合ご覧いただきます。タッグマッチに登場です。こちらはフリップゴードン。あ、フリップゴードンですか。雰囲気変わりましたね。そうですね、変わりましたね。ちょっと分かんなかった。かなりあのミリタリー感が出てますよね。まあ、ミリタリー感全面ですよこれ、バレットクラブ入りたいんじゃないですか。そうそう、これバレットクラブアピールですかこれ。178cm 88kg、ザ・マースネリーフリップゴードン。いやこの人は確か元々海兵隊ですよね。あ、でもなんかでかくなってますね。はい、ジュニアの、ね、イメージでもう少し小柄な選手かなと思ったんですけど、すごい筋量増えてますね。確かに、これ多分ベスト20キロあるんですよ。あ、そうなんですか。カムセン流ですね。はい、さあそしてブロディキングです。ニュージャパンカップは敗退いたしました。ファーストラウンド敗退。相変わらず持ってますね。持ってますね。入場マスクなのかスタジャンなのか、はい、チェーンなのか、どれを拾えばいいんだろう。そうなんです。2cm 136kg、ブロディーキング。さあブロディーキング、2メートルの巨体です。フリップゴードン、確かに肉体変わりました ね絞れてますし、筋量増えてますし、はい、ちょっとダイエットの仕方を教えてほしいですね。体重の増減アップダウンは玉井さんも一つ課題といえば課題ですよね。課題ですから、はい、さてなんとジェイ・ホワイトがここで登場です。玉井さんも試合ご覧になるの久々じゃないですか。久しぶりですね、なんだろうこのここにジェイが出るホーム感がなんかすごいですね。一気になんかそれ感じますね。イベントにもちょっと箱がつきますよね。ここに J 来るんだみたいなところありますね。はい、さあ登場です、 J ホワイト。今日はチェイズ・オーエンズとタッグを結成しての試合です。このニュージャパンカップ、とにかくあのバレットクラブの勢いというのが非常に拡大しています。バレットクラブ率が非常に高い。 185cm 93kg、ザ・クラウンジュエ、チェーズ・オーエンズ。そうなんですよね、海外からのバレットクラブのメンバー来れないので、はい、日本メンバーが独自で増殖してるって感じですよね。そうなんですよね。これは合流してどういう、合流したら大変な人数になっちゃいますけども、すんなりいくかどうかっていうのは僕はそうは思わないですけどね。ちょっとなんかいいケミスリーか悪いケミスリーか分かんないですけど、どっちか起こりそうな気がしますね。はい、まあ一時あのバレットクラブ内で内乱があった時期もありましたからね、これから一体どうなるのか、日本とアメリカで海外でバレットクラブがまあ一緒になっていくのかどうか、勢力拡大していくのか非常に注目です。
さてこのタッグマッチ、ジェイ・ホワイトが今回この無観客試合登場です。あー、 T シャツを脱ぎ捨てました。いや、久しぶりに J の試合を見るので、うん、ちょっと楽しみですね。はい、ね、田中さん、肉体は絞れてますね。いや、完全に絞れてますね。はい、さあ、試合開始です。フリップゴードン、かなりあの雰囲気変わりました。変わりましたね。羽毛が変わっています。顎ひげを蓄えています。あ、後ろからいきなり J です。うん、早くもペースを掴んでくる赤コーナー。田中さん、早いですね、2人が。いや、なんか久しぶりにこうタッグマッチのタッチワークの妙というのを見ますね、これなんか、ね、はい、だからいつものバルトクラブっていうのを、なんか、あ、これだったっていう、うん、そうですね。ニュージャパンカップの試合では影を潜めてましたが、この試合ではまたバレットクラブらしさ、うん、出てきました。もう開始からもうすぐです。ペースを掴んでいく。後方回転のエビ固めを見せました。フリップゴードンがもう一度キックは読んでいる。すごい運動量だな、この1、2分の間に。はい、そして持ち上げるか、ゴードン。まあ、日本ではあのスーパージュニアにも参戦したことがあります、フリップゴードンです。あー、足を引っ張った。チェーズ・オーエンズがリング下から足を引っ張ります。うまくアシスト、そして首根っこを掴んでネックブリーカー。レフリーが見ていないところで足を引っ張りました。早くも場外戦です。いや、いつものジェイ・ホワイトの試合です。そうですね、バレット側はこう何度もね、うん、タッチワークあるんですけど、まだプロディキングは一度も権利もらってないですよね。そうなんですよね。あー、試合運びのうまさですね。ボディースラム、場外カウントが数えられますが、背中を打ってしまいました、フリップゴード。肩のあたりの筋肉は随分大きくなりました。しかしリング内でジェイ・ホワイトが待ち構えています。この試合は顎ひげ率が随分高いですね。さすがですね、そこ広い。顎ひげ率 100% です、これ。まあ、こういう話ができるのは、まあ、コリジョンならではです。コリジョン感、はい、ちょっとジェイが出ていることによってコリジョン感が薄れるっていう。ああ、そうか、コリジョン感は本格派が出ちゃダメってことですね。失礼でした。確かに J はやっぱりこう別格、ちょっと格が違いますね。ちょっと出てくる一瞬、棚橋さんまで辛口になってしまいました。すいません、本当に、はい、感化されてしまいました。いやー、これ柴さんも期待されてますよ。辛口で言ってもらって結構です、はい、視聴者の皆さんも期待してますから。そうですね、辛口どうこうじゃなくて、あのフリップゴードン あの逆立ち立っちゃうと止まっちゃうのがすごいですね。あれはすげえな、ちょっと甘口ですね、うん、まだ辛さが足りない。柴田さんが辛くいかないと僕は甘くいけないっていうね。確かにこれコントラストがね、大事ですから。そうなんです。まあ、ある程度キャリアを持った選手が出てくると、なかなか言いづらい部分もあるかもしれませんが、言いづらいというか、まあ、日本で見るのと大差 なくなっちゃってるんで、うん、はい、なんかあんまりこんな突っ込みどころっていうかないですよね。そうですか、メンツ的にも、うん、変に日本に来てる メンツじゃないですか、ね、そうですね。もうあとはブロディキングに期待するしかないです、ないですね、このメンバーだったら、はい、俺もブロディキングがリング内入ってきた瞬間はもう、そうですね、来たーって感じです。ブロディキングはね、最初 そのキャンプっていうか、はい、練習の時に、それこそエイドリアンと一緒に来てて、はい、ね、一回ロープワークしてる時に俺怒ったんですよ。ガム食いながら練習してたの、はい、ガム捨てろっつって、
分かったっつってまずはガム捨てろから始まったわけですね。そういう、まあでも日本の何かをなんか文化の違いですよね。そうなんですよ、うん、そこなんですよ。まあでも日本では練習中にガムを食べ、うん、噛みながらやる文化はないからということでね、はい、そうです、道場だからっていうので、はい、道場はこうあるべきだっていうのを俺はやるべきだと思って、はい、そこは曲げないで、おすごい、うん、立っちゃうな、立って止まるんだもんな。バランスなんかすごいですよね、この人は。来た、あ、来ましたよ。ガム食ってないですか今日は。大丈夫ですかね、どうですかね、口の中にガムは入ってるかどうか。あれ試合中ガム噛んでるやついっぱいいますからね。アメリカにやっぱりいっぱいいるんですね。いっぱいいます。あ、スピードもありますね。うわ、旋回してスパインバスターです。スクラップバスターですかね、はい、いや本当スクラップするような大技です。ひょっとして前回よりまた増えてないですか、縦。ああ、そんな可能性もありますね。でも大型選手なんですけどもスピードがありますね、うん、フリップゴードン、小さなゴードンをホイップしました。あ、指示を出しました。抑えますゴードン、そしてブロディキングが出てきました。リング内ではゴードンがジェイを捕らえます。背後から体を入れ替えました。ジェイホワイトが DDT、 そしてスルッと入ってきましたオーエンズ。おブロディキング通用しません。すぐ逃げる。いいな、面白いな、はい、DDT、 そしてスルッとまたコーナーに戻ってきたオーエンズ。あ、今チューズがいい仕事したんですね、うん、あ、すごいですね、うん、やっぱチームワークですね、はい、まあ日本でもよく組んでる2人ですから非常に滑らかです。さあ2人が今のブレンバスターからひねって落とすやつは日本で結構苦手な選手多いですね。あ、そうですか、がね、確かに受け身のタイミング取りにくいんですよね、うん、あれ、やっぱり回転するからその辺が受けにくいわけですね、うん、受けにくいですね。さあブレードバスターの受け身という話がありました。一発トラースキック、さあブロディキングが手を伸ばします。来ますよブロディキングが。コンビネーション、膝から崩した。あー強烈な膝、いけるか、これいけんのかな、パッケージドライバー、あ、いってほしいなこれ。どうだ、腰に来ました、これ腰来てますね、やっぱり130何キロありますからね、136キロあります。 J がリング内、ロープに飛ばしていくゴードン、セカンドロープ、頭から行きました、スピアみたいな形ですかね。あ、そして今度はブロディキングと連携ですか、持ち上げた。あー、パイルドライバー、怖い怖い、危ない危ない、カウントは3つ入った、すげえ今の、すごい荒い技だな、豪快です。いやー今クッピーがやばい角度、いや危ないですね、なんかこうなんだろう、パーボみたいに前に落とすのかなと思ったら担ぎ上げた状態からのパイルドライバー、そうですね、カナディアンバックブレーカーの体勢からパイルドライバーですか、ね、パイルドライバーですね。ちょっとこれはすごい初見、初めて見ましたね。あ、そしてジェイが収まりません。ブレードランナー狙いに行きます。
いや驚きです。ちょっとブロディキング急に期待感が上がりましたね。ヒクレオです。ヒクレオが入ってきました。バレットクラブのヒクレオが入ってやり合います。うわなんか大型アウトしてほしいですね。これは迫力がすごいな。迫力ありますね。ヒクレオとそしてブロディキング乱闘です。ゴングが鳴らされてますが会場に来てたんですね。このサプライズありますね、毎回、いいですね。 To be continued、はい、いやヒクレオもこの無観客の行われているこの大会に来ていました。バレットクラブのヒクレオ、いやアピールを行います。もうヒクレオもいつでも新日本参戦レディってことなんですかね、このアピールということはね。そういうことですかね。勝ったブロディキングが頭を押さえて今引き上げていきます。イギリスに行ってるんだと思ったら、はい、いつの間にか水面下でいろいろ動いてますね。ロサンゼルスにいました。いやこれ驚きです。まあ、みんながみんなやはりこの期間チャンスを狙っています、ただまあ試合としてはブロディキングが最後チェーズ・オーエンズを仕留めました。豪快な荒技を見せたわけです。さてそれではこの後はいよいよニュージャパンカップ優勝の決まる戦いです。ご期待ください。 We will now take a short break to clean and disinfect the ring. Rejecting. Oh, I'm checking out a new merch on Token Shop Global. Oh yeah, they put out new products like every month. I just got a t-shirt. I got a beautiful towel. I just got boxers. Oh yeah, I'm wearing them right now. I just ordered a mask. Good, the sooner the better, because I don't want to see your ugly face. I love Token Shop Global. I as well. The stars of today and the legends of the past come together on your smartphone. NJPW Collection. Pick up cards from special draft events. Use your collected cards to form your own faction or exchange them for limited edition special cards. Check in live from venues or remotely from home to get special tickets and items. Add all of New Japan Pro Wrestling to your collection now. NJPW Collection.And before our main event, we have a very special announcement for you. Wow, there you have it, folks. The announcement of the Fighting Spirit Unleashed Tour. It will begin, and you will see all the matches of that tour right here on New Japan Strong. These tours are a lot of fun, aren't they? These tours are so much fun. It's no ordinary show. We're going to see some big matches, Kevin. I can't wait to see it. It all begins next week with the Road to Fighting Spirit Unleashed right here on New Japan Strong. Let's go to the ring. It's time to crown the first ever New Japan Cup USA Tournament winner. I'm tired of hurting. I just beat Chase Owens. I'm a ton. Nobody to help. It was man against man, and I came out on top. I'm here to win this tournament. I'm not here to give you a great match. In two and that three. Is it. Oh, the referee That's didn't it. See it.I've been saying for months what I've been saying for years. Doesn't matter what you're going to think. I'm going to the finals, and I'm going to go on and win the United States Championship. お待たせしました。本日のメインマッチ、ニュージャパンカップ USA トーナメント決勝戦、時間無制限一本勝負を行います。ニュージャパンカップ2020 in the USA ファイナルを迎えました。勝った方がモクスリーの持つ IWGP US 王座挑戦権を手に入れられます。8選手によって争われました今回のトーナメント、いよいよ最後の戦いです。
さてまず姿を見せましたケンタです。ファーストラウンドではカール・フレドリックス、そしてセミファイナルではジェフ・コブを倒して勝ち上がってきました。いやー田内さん、本当にあの試合運びのうまさっていうのが目立ちましたよね。いや本当に落ち着いてるのはもう本当に抜けてましたね。はい、こういうのもね、アピールも本当にいつも通りというかね、本当心臓が強いんでしょうね。うん、ジョン・モクスリーとの対戦権を手に入れられるか。青コーナー、バレットクラブ、先に入場です、ケンタ。85キロ、ケンタ。まあ、柴田さんもこのケンタとは縁がありますけど、ファイナルには勝ち上がってきたことに関してはどうですか。まあでもこうなるのかなっていう、まあ決勝まで行くとは思ってましたね。順当ですか。どういう勝ち方をするのかっていうのが気になってましたけど、順当といえば順当な結果ということでしょうか。ただそのジェフコブとの一戦がちょっと始まるまで分かんなかったですね。はい、興味深かったです。さてヘアスタイルも変わりました。ケンタ先に T シャツを脱いでコーナーに控えます。3週にわたってお届けしてまいりました今回のニュージャパンカップ2020。最後に入場してくるのはデビッド・フィンレイです。シングルプレイヤーとしての進化が問われます。この顔つきもそしてコスチュームも変わりました。田内さん、はい、スピードランキング今週は何位でしょうか。まだ見てないですけども今ところ暫定2位ですね。はい、非常にあのリングを駆け回るスピードが速い、コーナーからコーナーに動くスピードが速いという評価を田内さんがお持ちです。この試合勝った方が優勝です。さあ柴田さん、この2人の対戦というのももう新鮮ですよね。はい、そうですね、何気にイメージのわからない組み合わせですね。うんうん、初対決ですかね、シングルは。そうなんでしょうね。そうでしょうね。うん、さて試合開始、ケンタはジェフコブ戦と同じようにまずはじっくり相手を見ます。田内さん、これ濃い濃いとフィンレイ言ってますね。はい、でもこういうところがやっぱケンタ選手の落ち着いてペースを先に行かないと、はい、うん、いうところの上手、うまいところですね。なるほど。うん、さてフィンレイに対して、まあ、田内さんの評価はいただきましたので、はい、柴田さんはどんな評価をお持ちなんですか。はい、フィンレイですか。はい、いや、うん、そうですね、やっぱバランスいいですよね。バランス、スピードもあるし、スタミナもあるし、はい、レスリングのテクニックも、うん、あるし、はい、やっぱりプロレス一家に育ってるっていう部分で、心技体だったらどこが一番弱いですか。やっぱ心ですかね。うん、どうだろうな。そう、全部あることはあるんですけど、と、あるんですけど、もちろんね、はい、決勝まで来てますから、技も切れてるし、体も変わってきたし、はい、ね、レスリング一家だしと、うんうん、もうトップ取る、ね、条件は揃ってるんですけどもね。なるほど。うん、あとはもう貪欲な気持ちというところでしょうか。そうですね、そういう気持ちの部分かな。気持ちっていう分にはなるかもしれないですね。はい、もっとハングリーに、ね、うん、なれる気がしますよね。まあ、本当にあの競争ですからね、田内さん、レスラーっていうのはある意味こう人を蹴落としてでもっていう部分も必要なところがありますか。そうですね、何がプロレスで面白いかっていうと、はい、レスラーってみんな一番になりたいんですよ。うん、みんな一番になりたい人が、大人がね、やつらが集まってきてるから、そこに競争が生まれるというか、はい、自然発生でね。うん、確かに、それはレスラーの法則ですよね。本当にみんな俺が一番だと思ってるから。確かに、いや俺だ俺だっていうね。ライガーさんも同じことをおっしゃいますね。あ、そうですか。まあ、そういう男たちの集まりですから、まあ、見ていて非常に面白いわけです。
まあ、それはあの言葉にする人もいればしない人もいれば、戦いの中で見せるという人もいますし、みんな自分が一番だと思ってますよ絶対。はい、まあ、そういった部分、はい、フィンレイももうあと少しその辺があれば、そうですね、この辺の、まあ、審議台の儀ですね、うん、見事です、見事ですね、はい、跳躍力のあるドロップキック、そして追いかけます。柴さん、今もあのケンタエスケープうまいですね。そうですね、ペースの逃げ方がやっぱりうまいですよね、はい、なんか自分の流れをに絶対持っていくっていう、うんうん、そうですね、ちょっとまずいなと思ったらこう相手の、ね、攻める気持ちをそらすというかね、はい、場外逃げたりとかね。まあ、田内さん、ジェフコブとは体格違いましたけども、はい、そういう意味で言うとケンタにとってフィンレイはまだやりやすいんじゃないですかね。そうですね、やっぱあとはこのデビッド・フィンレイにとってもニュージャパンカップの決勝っていうのは、はい、何が何でも勝ちたい大会、試合なわけじゃ、タイトルなわけじゃないですか、はい、その気持ちをね、うまくコントロールしていくというかね、それキャリアかなと思いますね。まあ、ニュージャパンカップ、日本ではイービルが優勝して大きなチャンスをつかみました、その後、まあ、激変したわけです。ですからこうフィンレイもこのニュージャパンカップをきっかけに何かこう変わりたい、そんな思いもあるかもしれません、うん、セカンドロープ、蹴りを使ってきます。そして膝、首筋です。この辺ですね、田内さん、お客さんいませんけども、はい、今自分で手を叩きましたね、はい、まあ、自分を鼓舞するっていうところもありますし、うん、お客さんいたらここでこう帰ってくるんだろうなっていう、こうなんかこう見えてますね、ケンタ選手にはね、はい、うまく自分のリズムを作っていきます。エア観客が見えてますね、はい、そしてネックブリカードロップ、柴さん、首筋に膝を入れて、はい、そしてネックブリカードロップと首につなげていきますね。そうですね、首攻めですね、はい、さらにはチンロックです。ゴートゥースリープがやっぱね、こう首頭部なので、うん、そういう逆算していく見方も面白いですよね、はい、うん、改めてね、こうやってプロレスを見る時間僕たちも増えたんですけども、ありますね、うん、この選手はこれの技をフィニッシュにしてるからこういう組み立てをしてるんだっていうところもね、はい、ファンの方、あのそういう見方もできてくると面白いと思いますね。そうですね、うん、まあ、その目的地に向かってどうやって進んでいくのか、ぜひまあ逆算してお楽しみください、うん、頭部を攻め込んでいきます。後頭部を抑えていますフィンレ、首への攻撃が効いているようです。まあ、クレックシザーズです。逃がしません。そしてまた首筋、いいですね、はい、ケンタのペースです。そして首四の字です。お、首四の字、徹底的に首いきますね。僕はあのプレスっていうのはこう、ね、5分10分15分20分、試合のこう試合経過によってどれぐらいのダメージが蓄積されていくかっていうところをね、あのファンがイメージするとやっぱこうフィニッシュへの道が開けてくるというかね、はい、うん、そういうところもあるんでね、うん、首攻め、膝攻め、僕も大事ですよね、はい、ただあのフィンレイの2戦見てると、終盤の丸め込みからの流れを変える、ね、うん、攻めもあるんで、はい、その辺が過激のあれになると思います、キーポイントになると思います。セミファイナルはもうそんな試合でしたからね、ほとんどやられてましたからね、はい、持ち上げたバックドロップです。一発返しました。さあここから反撃移れるかどうかっていうね、あ、もうブリーフケースが
できてるようです。できてますね、あの中にやっぱりブリーフケースなんだ。挑戦権利書が入ってるんでしょうね。勝った方がモックスレイが持ってる、US 王座に挑戦できます、うん、対角戦早いなやっぱり、うん、早いですね、はい、セカンドロープです。エルボースマッシュ、単純にこう短距離が速いっていうのはアスリートとしての資質が高いってことですよね。まあ、田内さんはこのフィンレイが日本に来た時からよく知ってると思いますけども、はい、どうでしょう、あの若手時代と比べて何が一番変わりましたか。まあ、やっぱこう自信をつけてきたんじゃないですかね。タッグ戦線タッグチャンピオンになって、はい、で僕体つきが変わってきた、ね、僕そこ昔から君はもう体つき変えたらもうすぐトップ取れる実力あるからって言っといたんですけど、まあ、葉っぱかけるつもりでね、だから君はもう肉体改造だけしたと言って僕のブロックらしいアドバイスを送ってたんですけども、まあそういうところでやっぱ自信つけてきてるんじゃないかなと思いますね。まあ、確かに日本に来た当初は、割とあの肉のついた体型でした。そうですね、そうですね、あまりこうムキムキっとはしなかったんですね、はい、エルボースマッシュです。まあ、お父さんはデーブ・フィンレイという選手です、うん、新日本プロレスにも何度かやってきました。ロープを使います。ケンタ、さらにはトップロープです。立体的にリングを使います。ああいう引っ掛けるようなリアットも結構ダメージありますね、うん、これやっぱり田内さん後頭部打つっていうのもあるんですか。そうですね、こう首に引っ掛けた状態で、マットに近い位置まで相手を押し込むとタイミング、受け身のタイミングが取りにくいっていうことだと思いますね。なるほど、まあ、それを改良したのがスリングブレードということになるんでしょうか。スリングブレードはもうあれはもういい技です。自画自賛出ました、まあ、あれも後頭部をね叩きつける技ですもんね。そうですね、はい、DDT です。依然として頭部にダメージを与えます。あーっと、うん、セカンドロープに固定した。下を出してから DDT。 スリングブレードは遠心力も加わるから、うん、ありがとうございます。あの相当やはりあの後頭部にダメージがあるようです。10 minutes has elapsed. 10 minutes. 犠牲者をいっぱい出してきました。スリングブレード。さあ狙ってるケンタ、対角線です。これはいつもの動きでしょうか。あ、フロントキック。足上がるな。そして後ろに下がって助走をつけるドロップキック。柴田さんも見せる動きです。これはあの俺がまあ俺がもちろん後なんですけど、はい、どっちが本家でどっちが元祖だっていう論争があったんですね。今のフットスタンプいいですね。あ、ボディに入れてきました。まあ、ジェフコブ戦でもこの技使いました。今の入り良かったですね。あ、勝負どころ勝負どころって思った時のケンタ選手の技の重ね方がやっぱ、うん、いいですね。厚めというかね、うんうん、ここだって勝負かけてくるので、あ、そして勝負かけますか。ここでゴートゥースリープ狙いでしょうか。仕留めに行きますが、当然フィンレイも警戒しています。そして膝、これ珍しい。あー、スピードスピードです。あの膝からコーナーの新しい技、必殺技は何でしたっけ。アシッドドロップですか、はい、はい、あそこにあれに行くパターンもあるんですけど、ケンタ選手が中央でふらついたからスピアに切り替えたっぽいですね。なるほど。そして後頭部叩きつけました。カウンター2つです。大技を繰り出してきましたデビッド・フィンレー。そうそうそう、こういう勝負どころはねもう間を置かず、はい、行った方がいいですか。畳みかけてほしいですね、はい、大技を繰り出してきました。フィンレイがアシッドドロップを
狙いに、あっ危ない、レフリーとぶつかったか、ああ急所、そして丸め込んだスモールパッケージホールド、カウントは2つです。ああ急所打ってしまいました。手で行くより蹴り上げられた方が多分ダメージは大きいですよ、うん、いやフィンレイピンチです。フィンレイ危ない、持ち上げてゴートゥースリープ狙い、よっと一発キック、あーエルボースマッシュ、カウンター返しました、連打でいく、まだいきます。コーナーを目指してアシッドドロップ狙い、背後からスリーパー、崩してからのロープの勢いを使って、これの技じゃないですかPK 使いましたね。どっちが元祖でどっちが本家か、どっちが本家か、はい、 PK にもそんな論争があります。うわー、ゴールドスリープ側頭部、これはこの人が本家です。カウント3つ、おー健太選手か、勝ちましたね。優勝は健太、 US ヘビー級王座挑戦権を手に入れました。いやー、フィンレイはあと一歩及びませんでした。トロフィーがあります。いや僕意外でしたねこれは、はい、いやトロフィーが用意されています。これじゃあモクスリーとケンタで決定ですか。決定ということになりますね。いつやるんだろう、これはちょっと刺激的な顔合わせですね。はい、それもまたなんかね、不思議なカードっすよね、不思議なカードですし危険な香りしかしないですね、なんかなんかそう数年前ではね、か絶対そこは交わりそうで交わらなかったのが、そうですね、いやこれはまあ楽しみです。ケンタが、ジョン・モクスリーの持つ US ヘビー級王座挑戦権を手に入れました。でもまあ田中さん、これはもう実力で掴み取ったということになりますからね。そうですね。そしてトロフィーです。なんかこの辺はちょっと日本式な感じがします。そうですね、ニュージャパンカップはトロフィーという、はい、G1 は旗と、そうです、 US 用に作られたトロフィーです。そしてブリーフケースです。このブリーフケースの中に挑戦権利書が入ってるはずです。これもアメリカ仕様になっております、うん、もうちょっとデザイン凝ってもいいなんかちょっとシンプル、手作り感、シンプル、はい、マイクを要求しますか。お客さんのいない中でマイクを持ちます。さあ何を言うんでしょうか。優勝したケンタの声です。 Listen, I'm the winner ofNew Japan Cup USA Kenta! Let me ask. Where's the John Moxley?What are you doing? Hey, John Moxley! I'm coming for you! ジョン・モクスリーどこにいるんだ、お前何やってるんだというふうに言ってます、見たかおい、見たかおい、
俺がニュージャパンカップ USA 覇者だよ。俺がちょっと前に言ったことお前ら覚えてるか、覚えてるか。俺言ったよな、今年は俺の年だってなあ。まあ結局俺が何が言いたいかっていうと、あ、ジェフコブがやってきた。コブです。コブがケンタに仕掛けていきました、うん、2人セミファイナルで対戦がありましたが、そうかそうか、コブは納得してないんですかね。そうですね、なるほどなるほど。レフェリーは見てませんでしたけど、うん、急所がありましたからね。そうなんですよね、レフリーを巻き込んでこの勝ちをもぎ取ったのがケンタでした。ジェフコブの乱入率が高い。確かに、あ、本当だ。そうですね、ジェフコブ乱入しがちがち。ジェフコブあるあるが、はい、コリジョンあるある、コリジョンあるある、はい、ジョン・モクスリーが来るのかと思ってたら、いやまさか裏をかかれて、はい、でこれはそうか、日本みたいにモクスリーと戦う前に権利書争いがあるってことかもしれないですね。納得してないようです。これはケンタが乗るかどうか、後ろからフィンレイ来ても、あ、そういうパターンもありですね。ありますね、いやフィンレイもまあね、どうでしょう、納得してるのかどうか、今引き上げていきましたが、これはもう俺のもんだと、俺にも権利があるんだというようなアピールをしていますジェフコブ。いやこれはどうでしょうか、すんなりケンタがモクスリーと戦うのか、それともジェフコブと戦うことになるのか、ちょっと動向が気になります。お届けしてまいりました NJPW ストロング、それではエピソード3お別れです。棚橋さん、柴さん、ありがとうございました。ありがとうございました。So fireworks as we conclude the New Japan Cup USA. Alex, it looks indeed that Jeff Cobb will be the first to challenge Kenta. When Cobb gets his hands on Kenta, he may just be the man to take that contract. We'll see if he can get revenge for what happened in the semifinals, but you got to congratulate Kenta for the victory, going through the field of eight to become the first ever New Japan Cup USA tournament winner. Next week, right here on New Japan Strong, the road to fighting spirit unleashed begins. Alex Kozlov, Kevin Kelly will be there, and we hope you join us. Thanks for joining us for the New Japan Cup, and we'll see you next week right here on New Japan Strong.